こんにちは、柴崎です。毎日暑いですね。お元気ですか？柴崎もね、暑さに負けずにやってますよ。さてね、今回はあなたに特別なお知らせがあります。特別な知らせっていうと、またなんかやるなと思ったでしょ？そう、やるんですよ。何をやるか。今日はあなたにそれをお知らせしたくて、こうやってお話してます。実はね、間違うといけないから、ちょっとメモ読みながら話すね。柴崎はね、NHK カルチャーで、オンラインによる特別講座を行います。じゃあ、いつやるかっていうことなんですけども、9月の3日土曜日、13時からね、120分間行います。ここをもう一回言うね、9月の3日土曜日ね、13時から120分間、つまり2時間やります。それでね、この講座ね、お申し込みに関する、詳しい情報はね、この動画のね、概要欄に、NHK カルチャーさんの URL をね、貼っておきますので、そちらからね、確認してみてください。柴崎もね、今までもね、本当にあちこちでね、ずっと長い間、講座をやっていてね、熱心な方たちがね、たくさん集まってくれて、もう楽しく、お互いにね、勉強してきたんですけども、でも本当に残念なことにね、このコロナの流行で、それが全部できなくなってしまいました。そういう意味でね、今回のこのね、NHK カルチャーさんによるね、オンラインの特別講座、これは柴崎にとっても久しぶりの講座なんですね。だから今から、本当に楽しみにしておるんですね。そういうね、特別講座なんですけども、その内容、どんなことやるかということについて、ちょっとあなたにお知らせしますね。まずね、あなたも多分ご興味ある、また柴崎も一番ね、あなたに伝えたい、透明水彩絵の具を使ってね、風景画をね、書いてみようかなと思ってます。画材の扱い方からね、下絵の描き方、そして着彩までね、いろいろなね、テクニックやノウハウをね、もう柴崎持ってる限り、あなたにね、お見せしたいなと、考えてるんですけどね。そうだったら、今までの YouTube でやってると思うでしょ？でもね、やっぱり YouTube だとね、柴崎はどんなに頑張っても、柴崎が感じるとこね、やっぱりこう、どうかな、10% ぐらいしかね、お伝えできてないような感じはするんです。やっぱりそれもね、時間とかいろいろな制約があるからなんですね。それをね、この機会に、この特別講座ですからね、正直持てる限りのことね、できるだけ、あれやこれやと、あなたにお示ししたいと思ってます。それでね、このオンラインによる講座なんですけども、メリットがいろいろあります。当然思いつくのはね、このオンラインの講座ですから、あなたが、どこにいてもね、この講座を受講できる、ということですね。これ大きなメリットですね。今までの柴崎の講座だと、その講座の会場まで、電車乗ったりね、なんかしながら、重いね、道具を運んでね、わざわざ来なきゃいけなかったんだけど、今回は違うんだよね。オンラインだから、あなたがどこにいてもこの講座を受けることができます。さらにね、もう一つね、素晴らしい機能があって、
それはね、見逃し配信というね、特別な機能が あるんですって。ねえ、柴崎も初めて聞いたんだけど、見逃し配信。これはね、講座をね、受講されたあなたが、一定期間ね、この講座の動画をね、ご視聴できるという機能だそうです。これはいいよね。ということは、ね、当日講座で、まあ、柴崎のデモンストレーションをおしゃべりでね、まあ、それをライブでね、たっぷりこう、楽しんでもらった後で、今度はね、後日ね、あなたがもう都合のいい時にね、繰り返し、その動画をね、見ることができる。だから、それを見ながら、好きなようにね、あなたが絵を描いて勉強できるってことだよね。これはもう柴崎も驚いた。見逃し配信っていうんだそうですよ。まあそういう意味でね、このオンラインによる特別講座はね、直接こう対面でね、行う講座よりも、あなたにとって、何倍もね、価値のある、授業として、きっとあなたのお役に立つだろうと、柴崎も思ってます。またね、この講座のね、まあ、終盤ね、受講されたあなたからね、ご質問があれば、柴崎がそれにお答えするというね、質疑応答タイム。まあ、それが用意されているそうですからね。あなたのパソコンにカメラがついていたら、直接柴崎と向かい合って、お話しすることができるんだろうな、と柴崎も今から楽しみにしています。ということでね、まあ、いろいろ話してきたんだけども、まあ、最後にまとめてみるとね、柴崎は NHK カルチャーでね、オンラインによる特別講座を行いますよ、というお知らせなんだよね。だから、興味あるあなたはね、今すぐ、この概要欄のね、URL をクリックして、そして、申し込んでくれたら、柴崎も嬉しいな、というお話でした。はい。さあ、どうだったかな？まあ、長い話だったけどね、今回も最後まで聞いてくれて本当にありがとう。はい。では次回はね、この NHK のオンライン特別講座であなたとお会いしたいと思ってます。はい。それまでどうぞお元気でね。はい。どうもありがとう。